はい、えー。今回エンジンスターターのサンプル提供いただきました、あーゴールデンレイ3-1ジャンプスターターですね。のご紹介をやっていきたいと思います。えー、12V 車用エンジンスターター、13,600mAh 出力ですね。5V、12V、19V、LED、懐中電灯、非常用電源。 えー、緊急起動機安全保護で日本語説明書付きで18ヶ月保証がついております。現在アマゾンで5つ星、えー、お値段が現在価格6580円と大変お得になっております。えー、URL 貼っときますんでね、気になる方はぜひご覧になってください。早速見ていきたいと思います。えー、こういったね、えー、立派なケースに入っております。これを 開けたところですすねケースもついてて入っております、えー、これをですね、車に常備しておくとね、いざバッテリーがあった時に、これ一つで、えー、車が何回も起動できるといった優れもののモバイルバッテリーといいますかね、ジャンプアップスターターです。はい。モバイルバッテリーにもなります。はい。 でこちらがその説明書です。日本語説明書、ユーザーズマニュアルがついております。えー、日本語もありますのでね、はいえー、一応マニュアルで、えー。こちらが本体というふうになっております。まあ、最初にこういうふうにお見せしますね。ここがアウトプットですね。12ボルト、16ボルト、19ボルト。 が、えー、出力できますでこれは電源のこちらのスイッチのモードが3つ,3つぐらいモードが SOS モードとかに切り替えれるランプですねの LED のスイッチというふうになっておりますはい、えー、こうですね今ピンと変えましたこうですねはいでこちらがあ USB の2ポートついておりますね。1ポート、1ポート。5ト2 1アこちらが、このバッテリーに充電するためのインプット1 5トの1アで、これの電源のオン・オフですね。 えー、早速電源入れていきましょうかねあそれとここがエンジンスターター用の端子を接続するところがあります、えー、間違えないように接続できるようにね形が違うんでね、えー、間違ってプラスマイナスが間違う事故は防げますでこれがあゴムラバーでできてましてね、えー、水が入らないようになっておりますで電源入れてみますはい今バックライトつきましたね96%というふうになって おりますえー、しばらく経つと、ね、バックライトがもうすぐ消えます、はいで。液晶画面が出てきますね。こ,こ,こうなってますけどシールを貼ってありますので使用するときは、まあ、シールを剥いだらきれいな画面が出てきますので薄いシールが保護シールが貼ってあります。はいえー、5V2.2A アウトというふうになっておりますね。これゴムラバーで覆われておりましてね。 まあ、落としても傷つきにくいし、手垢もつかない、えー、丈夫なものです。で、こんな感じですね。裏です。はい。こうですね。えー、こういう風が、全体像ですね。はい。えー、こういう風になっております。まあ、優れものですね。これ一つですべてができると。まあ、アクセサリーをお見せします。これが、あ一番肝心のジャンプアップスターターですね。 えー、こちらが、はいえー、そのプラス側と、これがマイナス側、間違うことがないですね、はっきり危険防止のために、こういうふうに安全のために書いてありますので、間違いなくこの色に、えー、これをつけるとで、えーここら、ここにあるスターターを、こちらのあれを開きましてね、えー、こっちですね、エンジンスターター用の端子の部分を開きまして。 えー、刺す口が間違えないようになってますんでねこれを刺します、はいえー、これで準備完了あとは電源を入れられて、はいえー、スタートといったエンジンをかけるといったのがざっ、まあ、とした流れですね、えー、説明書に詳しいことは書いてありますので、えー、そちらを参考になさってこちらの説明書十分お読みになって、ねえー、使用してくださいね安全のためにはい。 で、こちらがそのジャンプアップスターターをつないでるとこ。今、外しましたね。で、これで、こう入れますね。ここがそのジャンプアップスターターの端子です。で、こうですね。で、その他、あの、おすすめ、おすすめはですね。これ、えー、まあ、これがついてるということですね。はい。えー、これだけの種類のものが、あこのアウトプットからあー、これをつないでですね。 電源供給ができると、非常時にねパソコンの起動とかができると、この端子もこれだけあるんでね、どれかに合います、はいえー、各メーカーね、はいえー、こういう専用のこういういアダプターの先端部分が全部いろんな各種ありますんで、1、2、3、4、5、6、7、8個、えー、どれかに合うんでね、これように先端部分を引き抜いて、これに挿して合わせると。 いった具合ですねこういう感じで刺すといったものもついております普通のターンメーカーさんでねこれがついてるのって少ないんですよねこれはありがたいと思いますね同じジャンプアップスターターでもねこれが入ってないのが多いんですけどこれがあるとねこうジャンプアップスターター以外の使用ができるんで緊急時の持ち出した時に非常用電源として十分役に立つモバイルバッテリーですね まあ、モバイルバッテリーと言わせてもらいますけどね、えー。メインはジャンプアップスターターですね。車に積んでおくといいと。それと、これも入ってますね、えー。車からの給電ができる。シガーライターからエンジンがかかった場合には、これからシガーライターからこれに充電して、まあ、蓄電することができるといったあアダプター。車用のシガーライター用のシガーソケットから取るアダプターが付いております。 それと1 0 0ト充電供給用のアダプターもちゃんと付いております。えー、これがついてさらに、えー、USB のケーブルポートから取って、えー、挿すためのマイクロ USB に挿すためのここにつけて、えー、するためのあーコードまで入っています。これだけ、えー、フルセット入ってケースもついてなんと6580円。 これ一個持っとくだけでね、下手なモバイルバッテリーを買うより、す、え、べ、ー、て兼ね揃えるんでね、えー、非常にいい商品だと思います。はい、えー、ちょっとね、揺れますけど、全体像をお見せします。はい、えー、こんな感じですね。はい、えー、こういう感じのジャンプアップスターター。非常に優れものです。ちょっと電気をつけてみます。はい、電源オン。で、これを押すことによって、はい、えー、つきましたよね。 はい。かなり明るいです。これもう一回押すと点滅モード。はい。もう一回押すとさらに点滅モードを繰り返します。はい。長押しでライトがついて点滅と速い点滅に切り替わるといった白物の超おすすめ、えー、ゴールデンレイ3 i ン1ジャンプスターター12ボール車、12ボルト車用エンジンスターター 13,600mAh 出力の お多機能のジャンプアップスターター、バッテリーですね。のご紹介でした。ケース付きです。えー、これ1個あったら非常に安心です。超おすすめのジャンプアップスターターのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなりましたけど。では、またです。良い商品があったらまたご紹介します。ではまたです。さようなら。